う一台妹が乗ってた車が足回りがダメで、もう車検も来てたから買い替えたんだけど、妹はその SUV はちょっと無理で、で国産にしたら、まあ、調子良かったんだけど、家の駐車場に止めといて、それないね。あれ？車がないの？車がない。なんでない？昨日止めたよねと思ったら、盗まれた。やっちゃえ！伊藤和恵チャンネル。じゃあ次行きます。次のテーマ行きます。はい。次は初めて会った時のこと、いつどこで初印象覚えてますか。じゃあもう和江さんから。初めて会った、私なんか衣装合わせの時だった気がするんだけど、会ってないよ俺。端っこに座ってるのりちゃんの姿が、それは常に端っこにいたよ俺、あの現場で。端っこにもうなんか暗い、なんかこの人暗い人だなっていうそうだよ印象でした最初は。それはあの、ちなみに少女が大人になる時、その細木道という大英テレビのドラマでしたね。そうでしたね。あれは1983年かそこらだったかな。そんなだった。その細木道の時に、俺は初めての大英テレビだったのね、19歳俺。だから風が16、6、3つ違うんだから。そう、俺59、56でしょ、3つ違うんだ。16から多分7になる年だったかな。まっすぐ、まっすぐじゃないの。ああ今止まってる。これ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 、こっち行って、とりあえずの車気をつけてね、こっちの前ではあれで、ね、出発します。自転車すごいよね、あ、こここんなになっちゃったんだ。知らなかった。宮下公園のとこだよね。そうだよ、もう随分なるよ。すごいオシャンティじゃない。オシャンティってもうその言い方がもうおばさん。なんだそのオシャンティって。昭和だな。これまだまっすぐ行く、まっすぐ行くから、またあの観光バス止まってるから、ちょっと入れる時ウインカー出して入って、先にで、そしたら、そうそう、まあ入れる。ああ、ね、タイミングがね、悪かったですね。俺もう本当教習所の教官の気持ちがよくわかるわ。もうドキドキするわ。いや私そんな危なっかしくないね。違うんだよ、なんかね、危なっかしいんじゃなくて、あのもう昔のイメージがあるから、運転するイメージじゃないんだよ、運転するイメージがない。あとやっぱりこうポワーンとしてるから、優しいし女性だし、なおかつこのレトロカーの何、このシーマをなんとか怪我したらいけないなとかさ、いろんな心配が今あって、もう親だか教官だか分かんないけど、そういう気持ちで乗ってるような。それであの俺が、じゃあ第一印象ね、俺はね、もうよく覚えてるの。沼津の駅前で撮影の初日に恋人役だったじゃない、ね、で大学生でさ、で演劇青年 で、ちょっととんがってる感じだ、でその役柄と、まあ、あと初めての監督、スタッフ、和江も一緒だったから、初めてだったから。土屋監督だよ。その時に沼津の駅前で引きで撮ってて、和江が一人駅に降り立つのをちょっと望遠で撮ってたの、でこっちは商店街みたいなところから撮ってたの、でそしたら僕は撮影の時にはカメラの後ろで見てなさいって言われた基本を守って、まだ19歳だったから、で見てたら話しかけられて、何やってるんですか、ドラマの撮影です、誰が出てるんですか、伊藤和恵さんとか金田健一さんとか伊藤舞子さんとか、どんなストーリーなんですか、逐一丁寧に説明してたの、したらいつの間にか撮影手がもう寄りを取りに沼津の駅前に行ったの、したらいなくなったの、寺山さんね、助監督の手、松村くん呼びに来て、はーいって、じゃあすいません撮影なんで、あ、行ってらっしゃいなんて言って行った途端に、バカだーって土屋監督が言われて、お前の役者かお前のことくっちゃべてんじゃねー覚えてないそれ。あんたいたんだよそこに。そんな怒られてた。怒られた、しょっちゅうさ、なんかいろいろ怒ってたからさ、そんなの別にどうってことないわって。俺でも初日だよ見てたけど、それでなおかつ、おはようございますも紹介もされてないんだよ。あ、何役の何々さんですっていつもね、最初の時はね紹介するのに、全くその前だよ、誰も知らないのに。監督は知ってんだよ多分、あの衣装合わせやってるから、で監督と助監督と衣装さんだけよ俺のこと知ってるの、メイクさんと、だけどとにかくみんなのダーンと怒られて、風がなんかちょっと困ったような顔していたのが第一印象で、あ、申し訳ないことしたなと思って、でも俺は悪くないと自分では思ってたんだけど、
その日から俺はここにいる人はみんな敵だと思ったのがあの第一印象でしたね。大英テレビ&伊藤和江&スタッフだからもう端っこでなんかすごい暗くうずくまってるなんかイメージしかない、うん、おはようございますお疲れ様とセリフしか言わなかった。会話しなかったねみんなが。だからみんなの印象的には伊藤舞子も言ってたけど、うん、暗いとか怖いとか言ってたよ最初。そうそうそんな感じだった。そうでしたね、はい、じゃあそれが初めてでした。それから、はい、あれ何本一緒にあれだって10さ、うん、あれワンクールだからあれワンクールなかったね。7、8本7、8本で終わっちゃったから、うん、そんなになんか大変だったイメージあったわね。それはもう女優歴長かったからね、ちっちゃい時からやってて。俺はもうそういう意味ではもうなんか地獄の 2,3 ヶ月だったよ。うん、7本だったけど多分ね1ヶ月以上かかって、もちろん2ヶ月か、週1で撮ったとしてもタイトルバックも入れたりしたらさ2ヶ月ぐらいかかるじゃん。年末だったんでそれも。だけどあの時にやった時のその反骨精神みたいなのを、うん、春日さんとかがプロデューサーのね、うん、つまりそれは現場への思いもあったり、うん、役柄としての思いもあったり、うん、ちょっととんがってる演劇青年だったから、それが良かったのか次の不良少女と呼ばれてっていうのをキャスティングされた。ああそうだよね、うん、それでだから和江とは不良少女と呼ばれてがあって、その次はスクローズで不良少女スクールウォーズ地兄弟、地兄弟、そうで、その後ポニーテル、あ、花嫁衣装、ポニーテル、いるポニーテル、スクールコップ、スクールコップもある、8本一緒で、あと、女風林火山、女風林火山あって、一緒だったの、一緒、一緒だったよ。一番でも印象的だったのは何？一緒にやった中で、やっぱりスクール、あ、ポニーテル、自分でやった作品として、そうだけど、兄弟が、すごい大変だったなっていう、うん、どういう感じで？だってさ、なんか冬の朝日狙うとかで、うん、すごい朝早く出たりとか、うん、あ、それ乗ってるかちょっとよくわかんない。あ、船に乗ったのはそうだよね。船に乗って死んじゃうやつ。船に乗った兄弟だよね。最後ね、それも最後、最終回ね。あれすごい大変だったよね。そう、あれはね、よく覚えてるよ。死体なのに動いちゃいけないのに寒くて震えてた。うん、そう、俺がね、死体が。で、あの時なんか風がなんて言ったか覚えてる自分で、今言われて思い出したけど、なんだっけ、かわいそうだから早くしてあげて、そう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 、ね、のりちゃん死んじゃうから死んじゃう、本当に死んじゃうって言ってはい、かわいそうだから早くしてあげてって言ってね、現場のスタッフに、俺たち湖の上でね、吹きさらしの湖の上で、ボートの上で引きで撮ったりなんだかんだしててずっといたんだよね、うん、それもなんか腕まくったさ、寒々しい姿で、そう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 、それで早くしてあげてって言ってね、叫んでくれたのをねよく覚えてる。ああ、なんてこの人は優しいんだろうなと。じっとしてなきゃいけないからさ、私は起き上がってるからあれだけど、だってもう震えるんだもんね、小松さん、勝手に体が寒いよ、だって船底だって冷たいだろうし、うん、で慎吾もいてみんなにこう抱えられてんだけど、大変だった、大変だったね、あったね、そんなことがね。でもスクールウォーズはさ、逆に言えばさ、もうものすごくめちゃくちゃ楽じゃなかった？めちゃくちゃ楽だったね、もう本当に出てたかなっていうぐらいの、ね、俺たちもそうだね。で、出てくりゃ馬にまたがってごめん遊ばせって言ってたしさ、スクールウォーズは本当に楽だったなっていう思い出、うん、でも今日これから行く安尾の恋人だっていう宮田くんのねことなんだよね、役というのは。宮田くんもねのあ、もうちょっといろいろ聞きたいわ、うん、何歳から修行始めたんだろうね。あれはさ、あのね、ずっとさ芝役者とかやって、そうだよ、その後もまだやってたよね。あの店をやりながらとか修行しながらもやってたと思う。あ、そう、お家だから、うん、で、いや違うところに修行行ったのよ。あ、そうなの。実家はお父さんやってて、でもだからどっかで継ぐことも考えたんじゃない、役者もあったし。で、そのためにはまあ調理師免許はまあどうやって取るのかわかんないけども、うん、修行をまずしないとさいけないじゃない。だから、ね、一応役者やりながら修行もやったんだと思うよ。へえ、うん、である時やっぱりお父さんの後を継がなきゃいけないってことになって、うん、継いだんだと思うな、しっかりもう役者辞めて
そうだよね、うん、いや二足のわらじは無理だもん。じゃあ次です、次の話、共演のエピソードは今みたいな感じなんですが、はい、あの役者についての話を、役者、うん、これまでの俳優人生を振り返って、うん、どうですか、いくつからやってんだっけか。私エキストラ、劇団に入ったのがもう6歳とかだったから、まあ、その時にエキストラとかも含めれば6歳、50年か。そうだね、うわ半世紀。でもじゃあ物心ついて、あのほらあの番組で言ってたあの不思議な歌を歌ってたりした頃は、あのあれも10歳とか11歳とか、あれでも10歳、うん、あのなんか演歌なんだか民謡だか、演歌で1回デビューして、うん、名前なんだっけ、神奈和恵、神奈和恵、神奈川県出身だから神奈って呼ばせて、あでも1枚シングルレコード出して終わりました。10歳、10歳か11歳。いやそれの割にはしっかりした顔してたね、やっぱね。あちっちゃい時から、ちっちゃい時からあの顔なんだから、子役が全然あ来ないだろう、丸くて幼い顔が人気だったから、うん、そうそう、綺麗な顔なんだよね、整っててさ、なんか大人びてんの。子供の頃の写真出しても絶対バレる、うん、そう、わかるっていう、わかるよ、昔からあの顔だった、あの顔だったんだ。6歳で、まあ、エキストラみたいなのやって、10歳で神奈和恵もやって、うん、本格的に水戸黄門屋なんかやってたのはいくつ？それは中学、あそれはまだ中学か、はい、じゃあ13、4歳、13歳、うん、京都行ってたね、京都でめっちゃ怒られながらやってたね。それはその頃はもう女優やろうと思ってたの？そう、もうなんか好きと思う。お芝居？うん、なんか一回その水戸黄門の前に、うん、なんかこうテスト出演みたいな感じで、うんうん、あるね、江戸を切るっていう、うん、なんかゲストで西郷さんの、そう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 、一回出たんだけど、それ結構なんか大役で、うん、あのお父さん、育ての親と生みの親の、まあ、間で揺れるみたいな感じで、それ何歳？それがまあ12歳とかで、うわですっごい長い1ページぐらいの長いセリフを泣きながら言うっていうところがあって、うんうんうん、まあ、それまでなんかいろいろ怒られてたから、いろんななんか悔しい思いとかが出てきちゃって、もうなんかその役の感情とは別に、でもガンガン泣きながらやってたら、監督がカッとってかかんなくて、あ、なんか怒られると思ったら監督がもらい泣きしてたいやすごいな役者ってって思って、その時、うん、その時になんかあの目覚めたっていうか、ちょっと待って、すごいな役者ってってな、自分はそんな客観的に見て、そうなんかこれをまあその当時ブラウン管のテレビだったから、ブラウン管の向こうで見てる何人の人が一体この感動をなんか共有してくれるのかなとか思ったら、あ役者って結構すごい仕事だなと思って、そう、そんな12歳の時思ったか、そう、それでなんかずっとできればやっていきたいなって、うん、まあ確かにな、いろんな芝居を見続けてきた監督をも泣かせてしまうんだもんな。そんなずっと怒られてた監督が泣いてたから、泣くっていうことは結構すごい感情の起伏も激しかったんだけど、その監督もね、うん、でもすごい嬉しくて、うん、なんかいろいろ怒られてたけど、それで私はちょっと道が決まったなみたいな。うわ早っ、うん、俺そんな10代の時何にも考えてなかったよないや普通そうだよ、娘とか見ててもそうだよ、そうだろうよ、学校行くのに一生懸命みたいな感じで人が感動したりしたのとかのが嬉しくて、ちょっと影響力があったりとかすごいなと思ったことで役者をやろうと思った。そうね、なんか、うん、思った。それは今も続いてるの、その思いっていうのは。そうだね、でもあれがなければ続けてなかったかなって。あとはダイエーのオーディションが最後、マイコと私が2人受かって、うん、だからあれも受かんなかったら、うん、今の私はなかっただろうなって思うし。確かにね、ダイエーは我々にとってはもう、ダイエーでだいぶこう知名度を上げてもらったっていうか、うん、そうだね、キーポイントだよ、うん、人生のみんなになんか知ってもらったきっかけがあのドラマたちだったから。そうだな、ターニングポイントだよね、我々のね役者人生、あれがあったから、 それでなんかずっと仕事が続いてる感じが、いま、うん、だに、うん、あの見てましたっていう人がさ、うん、もうプロデューサーとか監督になったりしてて、そうそう、そういうことなんだよ、つながってんのかな。
よく歌手の人なんかさ、1曲ヒット曲があると10年持つなんて言われたけど、俺たちは30年以上持ってるよ。40年ぐらい持ってるんだよ。でもあれ6年間とかずっとやってたからね、もう濃い5、6年、ほぼね、あそこで生活してたよね、中川原で ね、 でね、スタジオで府中にあったスタジオが。家族といる時間よりも、あのみんな共演者とスタッフと過ごしてたから、青春のほぼなんかね、20歳になるまでずっとあそこに、うん、まさにそれ、ね、青春はあそこに捧げたもんね、俺たち捧げたね。でもその捧げがいがあったしさ、ちゃんとそういう未だにこうやってつながっていられるっていうのはやっぱりいい時間だったよね、俺たちにとって。そうね、なかなかね、今あんな暑い現場ないよ。いや、そうでしょう。もっとドライだって。そうだよ。そう、ちょっと気をつけてな、今前車で。すごい西日だね。そんな時間、あ、そうか、3時半か。ちょうどこっちが西なのかな。すごい、見えない。今これ、どこ行った？あれ違う。いや、え、ま、前、うん、多分。あれ、止まってくれてるやつ違う。見えないんじゃないかな。ああ、これじゃない？違うな。小勢舞台とかってやんないの？一回やったけど、昔、思い嫌だ。どうしてダメなの？私には向いてないかな。そう？一回しかやったことない舞台は。やってみりゃいいのにな。最終的にはお手本じゃなくって、うん、今自分の書きたい字がいろんなものを吸収してあれした結果、どんな字が書けるようになるかっていうのが目的だから、そうするともう先生関係なくなるわけ。